ご覧いただきありがとうございます。将棋の時計店ゴーダです。よろしくお願いします。はい、今回の動画はですね、19世紀、まあ、成功の鉄道時計ですね、昔ながらのこちらのですね魅力についてお話したいと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、今回もリクエストをいただいております、スーパーコメット様、ありがとうございます。機械式成功鉄道時計についてとても興味が湧きました。よろしければその歴史や魅力について動画で紹介していただけないでしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、現行のですね成功の鉄道時計といえばこちらなんですけれども、まあ後で後ほど詳しくものの方をお見せしますが、昭和4年から始まって、まあ、ちょうどですね、今年が、まあ、令和元年の今年はですね、2019年、ちなみにその昭和4年といえば1929年、ちょうど90年前でして、それこそですね今年の、鉄道の日にですね、こちらのですね鉄道時計の90周年モデルっていうのが発売されたばっかりです。まあ、当店でもですね少なからずちょっと在庫の方を抑えさせてもらったんですけども、あっという間に完売してしまいまして、もうあとはですねこの現行か、あとはそういうちょっとレトロな鉄道時計の、まあ、アンティークといいますかね、古いタイプの時計のご紹介をしているんですけれども、はい、まあ、せっかくなんでそちらのもの、今あるものを見ながらですねちょっとお話したいと思います。はい、それではですね、今回は成功鉄道時計、まあ、現行の成功鉄道時計はこちらですね。昔のと大幅に違うところはですね、やっぱりそもそもムーブメントがもう変わってしまっていると。現行はですね対時性に優れた、まあ、実際の今の JR の運転席でも活躍しているのはこの時計になります。はい、まあ、ちょっと前にですねステンレスに材質が変更になりまして、ちょっと価格的に上がっちゃったんですけれども、まあ、これがいわゆる王道の鉄道時計ですね。まあ、リアルに働く時計です。はい、日本を代表する、まあ、日本の鉄道はですね世界でもかなり精度が高いことで有名ですから、その鉄道に役に立っている時計というのもなかなか日本を代表する時計と言っても大げさではないんじゃないかなと思います。はい、まあ、昭和4年誕生した、まあ、誕生といいますかね、当時の鉄道大臣に鉄道時計として採用された時計なんですけれども、まあ、この大きさがですね19型というタイプで、まあ、19世紀の愛称で呼ばれています。はい、こちらですね、ちなみにちょっと裏面なんか見るとこちらは昭和36年。まあ、やっぱりですね、まあ、もちろん昭和36年なんて数十年前ですから、まあ、何かしらですねこういうふうに劣化しているのがほとんどなんですけれども、やっぱりまあこれが個人的にはベトナムの昔タバコ吸っていた頃ベトナムジッポーを持ってたんですが、まあ、そのジッポライターのような感じで結構レトロで好きなんですけどね。はい、まあ、種類としてはですね、違いがあるのがこういうふうな白文字盤、こちらはですね後期型になります。ちなみに作られていたのが昭和46年まで、昭和46年11月まで作られていたというふうに言われてますので、まあ、そのあたりの後期型になりますと現行の時計と同じ白文字盤に、まあ、これはですね針が青いんですが黒針ですね、黒のスペード型の針が現行と同じ仕様になるんですけれども、そちらが使われたと。そこからですね少し形を変えて、まあ、それまではですねこのスモールセコンドがあるタイプだったんですけれども、それ以降はですねスモールセコンドのない三振の手巻き式の機械が使われるようになりましたと。そこからですね、さらに進化して1969年に、まあ、それこそセイコーが発表した、クォーツに仕様を変えることになったと言われています。まあ、ちなみに、当初セイコー19セイコーが誕生したですね時はやっぱり7席が当たり前でしたので、7席当店も取り扱いをしてたんですけども、やっぱりこう7席で高品質ってなかなか難しくて、やっぱりこう精度的なものも求めまして、やっぱあまりお客様にね不
不安な制度でお送りするわけにもいかず、まあ、ちょっとトラブルもあったりするので、当店ではもう15席のみを今は取り扱うするようにしてます。はい、まあ、文字盤の種類なんかね、成功者と書かれているものであったり、この成功であったりとか、まあ、表記が分かれるんですけども、ちなみに現行はですね、こちらは成功のみの表記になってます。はい、ちょっと機械の方を見てみましょうか、せっかくなので。まあ、基本ですね、こういうふうにムーブメントが見えないんですけども、裏面に刻印があったりするものがやっぱり人気だったりしますね。はい、でこちらで蓋を開けてみますと、こちら15席の機械です。ちょっとね、音聞こえるかな、音聞こえてくれたら嬉しいですよね。はい、近づけてみましょう。まあ、やっぱりですね、この大きめの添付と今の現行のユニタスなんかと比べても全然大きさがありますので、かなり存在感ある音も聞こえるんですけども、当時はですね、やはり結構高かったとも言われています。はい、まあ、服部金太郎さんがですね、日本を代表する時計を作りたいと、鉄道時計を作りたいということで、こちらの時計を開発が進められたと。やっぱり当時はですね、オメガとか、あとはですね、まあ、ハミルトンで、あとウォルサム、この辺りのですね、外国製の時計が鉄道時計として当たり前に使われていた中、まあ、この19世紀を作ることによって日本が世界に誇れる時計を持つというところで開発されています。ちなみにこちら、まあ、15席なので、15ジュエルスと書かれていますね。で、こちらの下の方には成功者の文字が書かれています。はい、ちょっと今これ動いている状態なんで添付がだいぶ激しいんですけども、止まっているところを見るとなかなかこれもこれで迫力あります。まあ、でもこれ何よりも音がねでかいのですごいんですよ。でちなみに、こちら種類的にはですね、この文字盤を見るとスペックが書かれているんですけども、ちょっと今時間をずらしてみましょう。はい、書かれている文字がこれで見えますね。セイコープレジョンで 15席の表記と、セコンドセッティングとダイヤフレックス。まあ、ダイヤフレックスって何ぞやというと、あのセイコーを開発した切れないゼンマイということで、このダイヤフレックスというのは有名なんですけれども、はい、あとはもう一つ、このセコンドセッティング。まあ、以前からね、こちらの鉄道時計自体は、ちょくちょく動画の方で紹介させていただいたりしているんですけども、はい、セコンドセッティングとは何ぞやというのをもう少し後ほどお見せします。とりあえずちょっと埃が入ってはいけないので、蓋を閉じておきますと。まあ、これね、ちょっとまあ物により個体差がだいぶあるんですが、蓋が簡単に開いたり開かなかったりします。でちなみにこれは朝、こうセコンドセッティングというと普通秒針止めの意味なんですが、リューズを引いてみましょう。はい、今引きました。つまりこれで今時刻調整の状態なんですけれども、秒針は動いてますよね。はい、これがはいぴったり止まりました。今この60秒位置で止まったんですけれども、これが何を意味するかっていうと、例えばですね、朝出勤して、この時計のゼンマイを巻いて、で朝朝礼の時間なんかにですね、全員でこのセコンドセッティングの状態にして、で分も合わせてせーのでリューズを押しますと動き出します。まあ、こういうふうにしてね、全員が同じ時間を共有してたんではないかなと思います。まあ、こうすることによってですね、現行の時計秒針止めって秒針を引いたリューズを引いた時点で止まっちゃうんですけれども、こういうふうにしてですね、引いた状態で置いておくと勝手にこの12時で止まるっていうのも、これも日本独自の機構なので個人的にもかなり面白いかなと思います。あとはですね、高級時計、今じゃ多分高い時計じゃないと使われないですね、このブルースチール針。やっぱりね、ブルーカラーの針とブルースチールの針は全然印象も違います。まあ、サビとかですね、腐食を進めないためにこの青針が使われたとも言われてますけども、青針がやっぱり黒針よりも綺麗ですね。ちなみにあと秒針、こちらスモールセコンドの色はこちらシルバーです。まあ、このお隣、こちらがですね、何年か昭和35年の国鉄表記ですね。こちらも
まあ、ちょっとそうですね、スモールセコンド白っぽいんですが、ちょっと少し色褪せてるのか、はい、あんまり違いがあるように見えませんけども、こっちの方がコントラストをはっきりしているかなというところです。まあ、ちょっとね、すみません、歴史について話せばもっとあるはずなんですけど、もうちょっといろんなものを用意しながらお話ができたらなと思います。ちなみにこれなんかは部品をバラバラで集めた、本来重複成功ではなかったタイプなんですけれども、まあ、重複成功であったとは思うんですが、当時のパーツがもう劣化進みすぎて、ちょっと当店でいろいろ入れ替えて、まあ、言えばその歴史のものを再現してないんですけれども、まあ、このような感じでオリジナルで作ってます。でちなみにこちらがですね、そうや、本体の説明をしましたね。まあ、最初に出たのがこの古い楕円の缶ですね。もしパッと見で判断するんであれば、この楕円の缶であれば、まあ、昔からあるタイプと、でこの丸缶、この缶が丸いタイプ、こちらになれば後期の形と思っていただくと分かりやすいんじゃないかと思います。はい、まあ、これなんてのも無名の蓋なので、だいぶ劣化も進んでますが、まあ、それでもですね、このムーブメントの動きを楽しめると思うと面白い時計じゃないかなと。まあ、戦時中はですね、戦時中はこのセイコー鉄道時計作られてなくて、そのゼロ戦とかですね、軍事用に時計の開発に変わってしまっちゃったので、当時はもう手に入らなくなってたんですけども、まあ、戦後昭和20年からはまた開発が進んだそうです。開発が再開されたそうですね。で新しく生産され始めたと。ちなみにこれがですね、その復活した当時なんかやっぱりちょっと簡略化が進んでまして、このコートドジュネーブとかですね、こういった装飾の加工がだいぶなくなってマットな仕上げになっているのが特徴的なんですが、個人的にはやっぱりこのコートドジュネーブが大好きですね。ちょっとこれ、まあ、直接触るとあれなんですけど、触ってもですね、この凹凸感がないというところもこの加工の素晴らしさかなと思います。でちょっとこの時計がですね、もちろん鉄道のみでなくて、まあ、軍事用途もゼロ戦のコックピットウォッチもそうなんですけれども、こちらがですね、裏面見ますと日本電信電話公社、まあ、NTT の前身ですね。いわゆるその通話時間を測る交換器用の時計と言われています。なので秒針が10秒ごとで判断できるようになっているという面白いタイプもあります。これなんかもね、結構種類7席でもあったりするんですけど、やっぱり15席の方が精度的にも安心できるので、今後も長く使っていける時計を探そうと思うと、やっぱり15席じゃないかなと思います。はい、まあ、そんな感じですね。まあ、でもこの丸缶の方は現行の鉄道時計と一緒なので、現行はこちらですね、丸缶ほぼ一緒です。まあ、ロングライフグッドデザイン賞をこの現行の方は受賞してますから、やっぱりもうそれぐらい普遍のデザインと言えるでしょうね。何十年経ってもこの形を守ってますし、書体なんかもほぼほぼ同じです。よく見ると針の形も一緒ですね。原稿はこの黒ですね。やっぱり青割れがかっこいいです。はい、いかがでしたか。セイコー鉄道時計、19セイコーですね。僕はよく19セイコーと呼んでしまうんですが、まあ、やっぱり多くの方は19セイコーと呼ぶようなので、はい、まあ、それが通りなと言いますか、普通の名前かなと思います。まあ、こんな感じでね、古い時計ってやっぱりちょっと面白くて、現行の時計とやっぱ違うところはですね、どうしても衝撃に弱いっていうところはありまして、ただ現行の懐中時計を持ってみた方なんかは、ぜひこの鉄道時計を手を出してみてはいかがでしょうか。やっぱりこの音とかですね、まず動画でちょっとお伝えしきれなかったんですけど、本当にこの昔ながらのこうロービートな1万8000振動の音を聞くとですね、時計らしさっていうのを実感できるんじゃないかと僕は個人的には思います。まあ、そんなですね、19セイコー、本当に玉数がですね、まあ、例えばネットのオークションであったり、まあ、いろんなところで販売されたんたりするんですけど、やっぱりコンディションがですね、全然場所によって違うっていうのがありまして、まあ極力は個人的には7席はお安く出回ってたりするんですけど、あんまりおすすめはしませんね。やっぱり15席の方で選んでいただいた方が長く使えるかと思います。そんな感じで、またですね、ライブ動画の時なんかでもこの面白いモデルが入りましたら、ぜひご紹介させていただきます。
はい、それではですね、今回の動画は以上となります。またですね、この動画を見ていただいて面白いなと思っていただいたら、まあ、コメントであったり、リクエストであったり、あとはいいねであったり押していただければ嬉しいです。それではぜひチャンネル登録もお願いします。それではご視聴ありがとうございました。